こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、あなたは理想を何人子供を持ちたいですか？一人っ子でいいっていう人もいれば、子だくさんに憧れてて、たくさんの子供たちに囲まれて過ごしたいっていう人もいれば、現実的に考えると本当は3人欲しいけど2人かな。経済的なこととか、家の広さとか、自分のキャパとか、仕事とか、いろんなことを考えたら本当は3人欲しいけど現実は2人かな。でも人生1回しかなくて後悔したくないし、3人目がよぎる。いやでも現実考えたら厳しい。どうしよう。3人目の壁っていうのがあるのかな。なんかそこでこうね、産むか産まへんかって悶々と考えてる人って結構いるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これ2人目でもそうかもしれないけどね。はい、というわけで一つお手紙をいただいてます。3人目をどうしようか、めっちゃ悩んではります。はい、皆さんで一緒にどうする考えてみましょう。頑張らんでええよ、適当でええよ。ではお手紙読みます。2人目を妊娠中に久子さんの動画に出会い、コロナで孤独な毎日を送っていましたが、とても救われる気持ちでした。昨年から仕事に復帰し、子育てと仕事の両立にとても悩みました。出産前に私は仕事を辞めていたので、まず近くの飲食店にパートで仕事を始めました。度重なる子どもの熱や感染症に悩まされて、職場の方にはとてもよくしてくださいましたが、続けることができませんでした。次に正社員での仕事に挑戦しましたが、これまたコロナから始まり、入社した1ヶ月目は3日しか出社できませんでした。結局辞めてしまい、その後もパートをいくつかしましたが、その中で子供がしんどい時や休みたい時にそばに入れる仕事がしたい、ママのためのサービスを何か作りたい、キッズコーチングの資格を取りたいと思い、オンラインで授業を受けて、現在は開業し在宅で仕事をしています。まだまだ始めたばかりですが、日々勉強ですが充実しています。そんな中、今の私の悩みは3人目を産むかどうかです。2人目を出産した時はもう一人産みたいなんて思うと思いませんでしたが、振り返ると私は常に3人目のことを考えていました。正社員になった時も、育休が欲しいや開業した時も、もし3人目ができても在宅の仕事ならやっていけるかなと思ったからです。でも私はキャパは全然広くなく、いつもいっぱいいっぱいで、子供にイライラすることもたくさんあります。こんな私が3人目を出産できるでしょうか。夫は育児家事協力してくれる人で、本当に大好きな夫であり、子供たちのパパです。仕事は朝早く、夜は遅いし、子供の病気などは私が一人で対応します。そして私は妊娠中、2人とも妊娠糖尿病にかかったので、3人目もその可能性が大いにあります。そういった部分で、私がしんどい思いをしてほしくない、2人でして幸せだよと夫は言ってくれています。夫と2人でずっと話し合っていますが、答えが出ません。また次女は8ヶ月から保育園に行き、次女との時間が長女と比べると少なく、かわいそうなことをしてしまったのかなと日々思っています。園の先生が気にかけてくれていることを、私は自分のせいだな、子供に負担をかけて申し訳ないと思ってしまうことがあります。私が3人目を欲しいのは、次女との時間が少なかったせいでしょうか。仕事もやり始めたばかりで頑張りたい気持ちもあるけど、後からやっぱり3人目欲しかったと後悔したくありません。今いる子供たちの幸せも大切にしたいし、3人目も欲しいという気持ちも大切にしたいです。動画にしていただけたらとても嬉しいです。はい、動画にしましたよ。同じようなことで悩んでいらっしゃる方結構いるんちゃうかなと思うんですけどもね、すごく誠実で真面目なママやなって、一生懸命正しい方向に一生懸命こう
チャランポランじゃなくね、ちゃんとこう物事を慎重に考えながら進めていくタイプの人やなって、大人やなとまず思いましたね。で、旦那さんもね、彼女の気持ちを尊重しつつも、でも彼女の体、妊娠糖尿病になったりいろいろあったからね、そういうことを考えて、うん、今でも十分幸せやでって言ってくださる旦那さんね、最高やなと思います。で、さあ3人目をどうするかっていうところなんですけどね、まあ私が喋るとね、もう行ってまえっていう方向に、まあみんな持っていくんやろうなと思ってますよね。まあそうなんですけどね。うん、ほんまに後で後悔したくないってね、手紙にも書いてありましたけどね、本当に後で後悔することになるかなと思うんですよね。で、実際3人目って、まあ、ママの年齢もいくしね、欲しいと思ってほんまにできるかってそれも分かりません。うまくいくかも分かりません。次流産するかもまた知れへんし、どんな風になるか分からない、分からないからこそチャレンジするっていうのはありなのかな。一番やっぱり3人目渋る大きな原因っていうか理由っていうのはやっぱ経済的なところになるのかなとは思うんですけど、そこら辺がもしまあね、裕福にはなれないかもしれない、3人いたら。でもまあなんとかお米買えるし、電気も止められへんし、水道も取ってる、うんうんうんみたいな、まあ旅行年に1回海外は行かれへんけどっていうレベルなんやったらね、それも3人目はありなのかなっていうのもあるし。で、まあ仕事、そこに関してはね、今このキッズコーチング、ちょっと私詳しく知らないんですけど、キッズコーチングだから、けどママさんたちに対して、ね、子供にどういう風な対応していったらいいかっていうコーチングをされるようなオンラインのね、カウンセリングのお仕事なのかなと思うんですけど、違ってたらごめんね。そういう方向なんかなと思うんですけど、ってなるとね、この仕事を突き詰めていこうと思ったら3人目産んだ方が絶対いいんですよね。数が多ければいいってことではないけど、でもやっぱ子供って1人目も2人目も3人目も4人目も5人目もみんな違うわけで、もう私らが12人産んでも、おっとそのパターンはまだ経験したことがない、なんだそれみたいなことを12番目のねねちゃんがやってくれたりするわけですよ。だからどこまでもほんまきりなく進んでいくんやろうなと思うんですけど、毎回毎回やっぱ違うし、子供のね、個性とかで、私自身も年齢が重ねていって、いろいろ考え方とかも変わっていくし、対応の仕方も変わっていくし、でそれに対して子供の反応の出方も変わってくるしってね、たくさんのこのパターンをやっぱりこう経験して知っておくっていうのが、キッズコーチングやっていく上ではね、すっごく強みになるんかなとは思いますね。うん、だから仕事にも貢献できる、3人目って。で、いやほんまに3人産んでる人が偉いみたいな、マウントを取るっていう風にちょっと捉えられたらちょあれやねんけど、そんな風に考えないでほしいなと思うんですけど、いやほんまにね、3人目でね、子供の可愛さ変わるんですよね。まずいや1人目も2人目も可愛いのよ、可愛いんだけど、3人目って可愛さの種類が変わるんですよ。で、2人目で今次女ちゃんがね、あんまり関わってあげれてなくてって悩んでるじゃないですか。それが3人産んでごらんよ、多分3人目の時は早くから保育園に入れて、私が仕事をしていることで、その離れてる時間が長いイコールいろいろ起きてきたことが私が関われてないからだっていうところにもうつなげないと思います、3人目になると。ママはそれとこれは別や、もちろん成長していく中でね、子供だからいろんな問題をね、保育園の先生にも言われる、 ここはちょっとねみたいなことが起きてくる、でもそれは成長の一過程であって、その私の関わりが何か問題があって関わる時間が少ないから、そういう仕草行動が出ているっていうところとは関係ねえよなみたいな、そこが分かってくるようになるのが、まあ、分かってくるっていう、でも その分かってくるのちょっとかけらの部分がちょっとこう足踏み入れるのが3人目なんかなっていう、そんな感じかな。だからきっとね、そのキッズコーチングの中で、そのママさんたちからきっとこの彼女が悩んでるのと同じような、ね、質問とかね、相談があるんじゃないかと思うんですよね。でそこに対して、今の彼女だったら分かる、私もそこ悩んでるで、コーチングになっていいやみたいな、そんなんなるんかなと思うんやけど、そこがこうもう一歩進んだ上の立場からアドバイスだったり、こう押し付けではなくてね、経験に基づくこの知識と、コーチングの知識とこの経験に基づくこの2つが合致することで、すごくこう相談してこられるママさんたちの心を癒すようなね、声かけができるような、そんなカウンセーラーさんに、カウンセラーさんっていうのかちょっとわからないんですけど、うん、なれるんかなとも思うんですよね。
まあ実際在宅でやってたらそこはいろいろ都合もつけれるし、今後まあ子どもの運動会と発表会とかそういう時はじゃあ仕事入れへんようにしようとかっていう調整も効くようになるし、自営でね自分でやっていくってなったら、まあ、福利厚生があるわけでもないしね、全責任は自分やから、まあ水物言うたら水物なんですけども、保証されてるものがないからね、働けばお金になるし休めばならないしっていう部分はあるんですけど、ただやっぱり自分でやっていくっていうのはもうすごくやっぱやりがいっていうところでは、ね、自分のやりたいように持っていけるし、ずっと自由にできるんでね、その分責任は伴うんですけどもね、うん、っていうところはあるから、3人目産んでみんの私はありなんかな。でキャパがいっぱいいっぱいって言うけど、なんもね子供2人育ててね、キャパ余裕の人の方が少ないんちゃいますか、うん、今でさえいっぱいいっぱい、いや当然そうやと思うんですよ。いや子供1人でもねみんないっぱいいっぱいのはずですよ。だってその1人にその自分の持ってるキャパを全部使おうとするから、やっぱりいっぱいいっぱいですよ。でこれが子供2人になってもやっぱりキャパはいっぱいいっぱいですよ。自分の持ってるキャパを2等分しながら精一杯使うからですよ。これ3人になってもキャパはいっぱいいっぱいですよ。それは自分のキャパを3等分していっぱいいっぱいに使うからですよ。って考えたら12人産んでてもキャパはいつもいっぱいいっぱいじゃ、もうあっちこっち走り回ってますわ。かといってじゃあ1人目の人たちが私よりも全然楽をしてるのかったら、そんなことは全然ないんですよ。同じようにキャパいっぱいいっぱいで、ただ12等分なんか1人にガッて入ってるかっていうそこの差だけでしょ。キャパなんかで余裕なんかできませんよ、そんなもん。キャパいっぱいいっぱいから3人目産まないっていうのは、だから私の中では何を言うてることやらと思います。3人産んでさらにまたキャパいっぱいいっぱいやってわーって言いながら数年過ごしつつ、その経験をもとに仕事もねどん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 軌道に乗っていってっていう方向になっていくのかな。8ヶ月のじじちゃんは私は何もかわいそうやと思いません。必ずしもそのママから愛情を受けてママとの時間が長かったからって言って子供すくすく育つわけじゃ全然ないんでね。これ統計でもありますよね。そのもちろんお母さんママの愛着っていうのはすごく子供の人格形成には大事だと言われてるけど、でもそこだけではないよと。子供っていうのはママパパじいじばあばで周りの近所の人、保育園の先生、まあ、いろんなこの社会にいる人たちみんなに影響を受けながら、その愛情を一身に受けながら成長していくわけだから、うん、でママの愛情はじゃあ離れてたらママの愛情はなくなるんですかっていうところよね。なことないじゃないですか。離れて仕事やってる間も今どうしてるかな、今頃給食食べてるかなって、ちゃんとお昼寝できてるかなとかいろいろこう思うじゃないですか。そういう愛情で十分じゃないですか。直接的に手を下してあげる、食べさせてあげるとか、一緒に寝かしつけをしてあげるっていうね、その物理的にそばにいるっていう、そういうお世話をしてあげるっていうことももちろん重要ではあるけども、それは24時間ずっとそれをママが全部やることで、その子供が愛情をさらにいっぱい感じてっていうこともないと思うし、ただ一緒にいるけど一緒にいるだけでイライラもするし、うん、全然違うこと考えてたりもするし、え、なんてみたいなこともいっぱいあるやろうし、うん、じゃあ時間は短いけど、その短い夜の時間とか土日の休みの日とか、そこを密度濃く過ごしてあげればそれで十分なんじゃないかなと思うわけですよ。というわけで、まあ、答えはないですけどね、これ決めるのはご夫婦だと思うし、うん、でも私はこの彼女のこの今の状況の中で3人目を渋る理由ってあんまり見つけられないです、うん、で病気したりいろいろ、まあそれはもちろん子供がいたら病気はするし、そういう1年2年をみんな乗り越えて仕事してるワーキングママたちは乗り越えていくからね。いやほんまに仕事にならへん1、2年がみんなありますからね。みんなそこでもうこんなになりながらやってますからね。もうやめようかな、みんな悩んでます。でもそこをなんとかかんとか乗り越えていって、乗り越えてはいない、勝手に時間が経つだけなんですけど2年後には子供たち もう免疫がついてきて強くなってきて、ほとんど保育園から呼ばれることもなくなって、仕事に穴を開けるっていうようなことがなくなっていくわけだから、最初の 1、2 年はほんまに踏ん張り時なんですよ。休まないようにうまいことやっていく、まあ無理です、体の問題やから。子供は免疫弱いし抵抗力もないから病気するのは当たり前なんで、そこをなんとかかとか自分のこのメンタルをこう強く持ちながら、もうすいませんすいませんって言いながらなんとかそこを乗り越えていく、その2年後には輝く未来がね、将来が待っていますので、頑張ってほしいなとそこは思いますね。はい、ということで、まあ私的には、まあ、無責任に言ってるわけじゃなくて、このママに関しては特に3人目を渋る理由っていうのはあんまりない。で妊娠糖尿病、まあ1人目2人目になったから、まあ、3人目もまず間違いなくなるだろうと思います。それはなるだろうと思います。だけど1人目2人目どんな感じで入院したのかな、
はい、インシュリンの注射を打ってもう入院管理になったんかな。そうじゃなくて妊娠後期に現れてきて、で、まあ、食事管理とね、そんなんでいけてたんやったとしたら、多分まあさ次も同じような感じになるんかなと思うし、もしまあもうあのだいぶそれが悪くなってね、入院とかなったとしても、この長い人生の中で考えたら、その妊娠糖尿病で入院する期間なんて多分まあ2ヶ月3ヶ月でしょ、長くても一生の中の2、3ヶ月はん、こんだけですよねなんとかそれも乗り切ったらと思うし、で今時その妊娠糖尿病を放置してれば怖いこといろいろ合併症起きたりねありますけども、ちゃんと病院で血糖の検査を受けて、でうんっていうのがあればちゃんと治療に入っていきますからね。って考えたら、その妊娠糖尿病が原因で赤ちゃんに何かが起きてくるっていうリスクっていうのは限りなく少ないと思うし、ちゃんと管理していきますからね。うん、もちろんそのママが入院とかいろいろなった時には、上の子どうすんの、パパちょっと頑張ってみたいなことにはなるので、そこだけもし入院になった時にどういうふうにするかっていうところは、先にじいじばあばに預けられるんか、パパが帰ってもらえるんか、で早じまいで残業せずに帰ってくれるんかとかっていうところは準備しとかなあかんかなとは思いますけども、まあ糖尿病が原因で何か怖いことが、残念なことが起きるっていうのもまずまずないんかなと、ちゃんと管理していけばね思うので、ということで3人目いかがでしょうか答えは出ませんが、私は背中を押してあげたいなと思います、うん、たった1回の人生なんで、後悔のないようにご夫婦でよく話し合って決めていただきたいなと思います。でも悩んで悩んで結局3人目に踏み切ったとしてね、生まれた後にやめとけばよかったには 100% ならないことをここで宣言しておきます。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。沖縄県久米島、太陽光の届かない深海612メートルのピュアな海洋深層水をベースに作られるマシュマロは、体が喜ぶミネラルたっぷり、さらに南国沖縄の自然素材を加え、家族の健やかな肌のために無添加仕様で安心安全。商品のご購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。